ネズミの脳波レム睡眠は、急速眼球運動を伴う睡眠である。急速眼球運動睡眠とも呼ばれ、REM 睡眠とも表記される。急速眼球運動を伴わない睡眠は、ノンレム睡眠、または、除波睡眠と呼ばれ、この項では、ノンレム睡眠についても記述する。レム睡眠の存在は、シカゴ大学の友人アセリンス・キーとナサニエル・クレイトマンの研究によって、 1953年に明らかになった。レム睡眠は、鳥類と哺乳類にしか見られない。理化学研究所、東京大学の上田康氏をのれらによって、アセチルコリン受容体の M1 及び M3 遺伝子が、レム睡眠の必須遺伝子として同定された。レム睡眠は睡眠中の状態の一つで、体は骨格筋が主観して、休息状態にあるが、脳が活動して、 覚醒状態にある。レム睡眠時には、支障での情報伝達が遮断され、脊髄のレベルで筋肉への情報伝達が遮断されて、運動機能が静止されている。大脳皮質は、覚醒時よりもむしろ強く活動しており、運動機能を遮断しておかないと、体が寝ながらにして、激しく動いてしまうことになる。ただし眼球だけが急速に運動している。 レム睡眠時には脳の強い活動の反映として夢を見る。この時脳波は4ルツから7ルツのシータ波が優勢で覚醒時と同様の深幅を示す。外見的には寝ているのに脳は覚醒状態にあるため逆説睡眠とも呼ばれる。人では新生時期に多く睡眠時間のおよそ半分を占めるが、 加齢に従って徐々に減少し、小児期で20%、大人では睡眠時間の約20から25%になる。夢を見るのはレム睡眠中であることが多いとされている。この期間を経た直後に覚醒した場合、直前の夢の内容を覚えていたり、その記憶による事実錯誤の状態になっていたり、することがあり、問題行動はこのタイプが多い。ナルコレプシー二時間。 または、極端な睡眠不足により急速に、レム睡眠となった場合、大脳が未だ覚醒状態にあることにより入眠次元核と呼ばれる、現実感に富んだ夢を見ることがあり、同時に運動機能が遮断されるため、金縛り状態となり、現実感に富んだ夢と相まって、非常な恐怖を感じる場合がある。急速眼球運動を伴わない、睡眠のことを、ノンレム睡眠、または、 除波睡眠という。ノンレム睡眠は、ステージ1からステージ4までの4段階に分けられ、N4 が睡眠の最も深いレベルである。この時、周波数が 1Hz から 4Hz のデルタ波と呼ばれる、低周波、高振幅の脳波が高頻度で観測される。睡眠時間の50から60%は、n 1 n に睡眠が占めている。ノンレム睡眠は、一般的には、 脳の眠りと言われる。しかし、筋肉の活動は休止せず、体温は少し低くなり、呼吸や脈拍は非常に穏やかになってきて、血圧も下がる。脳が覚醒していないため記憶されず、この間に夢を見ていたかどうかは確認が難しい。いわゆるぐっすり寝ている状態で、多少の物音がしたり、軽く揺さぶられても目が覚めることはない。もし、 ノンレム睡眠の最中に強制的に起こされると人体はすぐさま活動を開始することができない。大脳が休止状態から活動を開始するまではしばらくの時間が必要とされ、この状態に起こされてもしばらく次の行動に自覚的に移ることができない寝とぼけの状態になる。ヒップノグラムの一例入眠時では通常45から60分以内にノンレム睡眠、 N1N3 まで達し、やがて約1時間から2時間ほどで徐々に浅くなって、レム睡眠になる。以後は、ノンレム睡眠とレム睡眠が交互に現れ、90から110分のセットで繰り返される。一晩の平均的な6から8時間の睡眠では、4から5回のレム睡眠が現れる。レム睡眠は、入眠後2時間以内に現れるが、入眠から30分以内に、 レム睡眠が現れた場合は、うつ病、ナルコレプシー、サーカディアンリズム障害、薬物依存などの病態が疑われる。ノンレム睡眠中に観測されるデルタ波には、脳内での記憶形成や脳機能回復の作用があることが知られているが、マウスによる実験でレム睡眠を消失させると、ノンレム睡眠中のデルタ波が弱くなることが観測された。 アルツハイマー病やうつ病などでは、睡眠中のデルタ波が減少することが知られており、レム睡眠の効果や病気の解明の可能性も期待されている。健康な男子学生の実験では、ミノサイクリン 200mg の単回投与で、除波睡眠が明らかに減少し、偽薬に変更後2回の夜も持続した。レム睡眠はすべての夜で減少しなかった。ありがとうございます。